ヒラノ仕様、ファンを驚愕させた、朝のサプライズ、新しい日の幕開け、ヒラノ仕様のカリスマ性が最高潮に達する瞬間、彼のインスタグラムフィードに登場した最新の写真は、ただの投稿ではなかった。3月1日、ヒラノ仕様は、ファンをワクワクさせる一連の写真を公開し、その中でも最も注目を浴びたのは、水着姿で濡れた髪を振り乱す彼の姿だった。この瞬間を望んでいたファンたちは、 目の前でそのテキストが表示されない状態に戸惑ったが、それがどれほどの驚きと興奮を生むことになるか、まだ知る由もなかった。驚きは3月2日の午前4時に訪れた。平野紫耀は何百万ものファンの期待に応え、テキストのない写真を公開した。これはまさに驚異的な出来事だ。しかも、それは早起きした人々にとっての特権であり、彼らはこの特別な瞬間を目撃することで一日を幸せに過ごした。 彼の人気は不動のものとなり、彼は理想的な彼氏としての地位を確立している。その温かく思いやりのある笑顔、男性的で魅力的な小さな武将髭、そして濡れたままの水着姿、これらの要素が組み合わさり、ファンたちはますます彼に魅了されていく。しかし、この写真にはただのセクシーさだけでなく、彼の忙しさや努力も伺える。午前4時にまだ起きている姿は、彼の仕事への真摯な姿勢を示している。 ファンは驚きつつも、その努力に対する敬意を忘れない。また、SNS 上のコメント欄には驚くべき反応が集まった。ファン同士が彼に対する期待や感謝の気持ちを熱く語り合い、それはまるで一大イベントが起きたかのようだった。朝から夜までのファンとの対話は、平野仕様の存在が彼らにとって特別なものであることを示している。彼が、また夜ねとコメントしたことは、まるでファンとの待ち合わせを思わせる。 これは単なる挨拶以上のものであり、ファンたちとの特別なつながりを感じさせる瞬間だ。彼が仕事に励む姿勢と同時に、ファンへの感謝と愛情も感じられる。この驚きに満ちた朝の出来事は、ファンにとっては期待と興奮が結びついた瞬間だった。彼のファンは朝からその写真に見入り、一日を楽しい気分で始めることができた。そして、夜には再び彼との待ち合わせが控えている。 ファンは舞台裏に迫ることなく、彼の活動やイベントを通じてつながりを感じ、それが彼らにとって特別な一日となるのだ。SNS 上では彼の写真に対するファンのコメントが絶え間なく寄せられている。彼の魅力や表現力に触れ、自身の期待や考えを語り合うファンたち。それはまるで一つのコミュニティが形成され、彼の存在がその中心にあるかのようだ。平野仕様の朝のサプライズは、彼のファンとの絆を深め、 新たな興奮を生み出した。ファンたちはその独創的なアプローチに感謝し、平野紫耀はただのアイドル以上の存在となっている。彼との待ち合わせを楽しみにするファンたちの興奮が、SNS 上で色とりどりなコメントとして咲き誇っている。